HBC ラジオカーナビラジオ午後1番 1> 今週のハイライト数多くある今週の面白かったやらかしちゃったシーンを今週のハイライトとしてお届けします恥ずかしい <laughs> ぜひお聴きください,ださい代わっては日替わりコーナーですカーナビーセレクション あ、毎週木曜日は。<laughs> 決めたと思いました、今。決めてやってやったぜ。コーナーは。カーナビセレクションなんですけど。毎週木曜日は。カーナビハイライト。これ。これも想像してたんですね。セレクションじゃなかったね。B. G. M. 待ってんな、決めたなって。顔しましたたな, <laughs> なんかあれ、エコーもわか,かんないなと思って。<laughs> 僕が違ってました。<laughs> <laughs> 番組内で起こった、えー、爆笑シーンややらかしちゃったシーンを厳選して <laughs> その時の音源を聞きながら、はい、今の,今のも、ね、コーナータイトルもかなりハイライトのようですけど <laughs> その時の音源を聞きながら振り返ります。はい、早速いきまましょう、ま、ずはは月月曜日10月17日12時台、はい メッセージの時間ですけれども、うん、メッセージテーマはまだまだ伸びしろがあると思うこと、はい、で上砂川町のラジオネームまこっちゃん降臨さんのメッセージをしょ僕が紹介してる途中で、はい、まあ別に大したことないんですけどハプニングですね <laughs>、うん、あることが起こりましたお聞きください。メッセージテーマのこの文章を考えることですかね。うん 後から、あ、もっといい文章にできたなあ、なんて思うことがあるので、それを完璧にできるはずです。はい。ええ、ええ、嘘。ちょっと、ごめんなさい。しかも、メッセージの話している時に、うゅえ、ごめんなさい。いや、誤解、誤解。あ、違うんですよ、まこちゃん、光琳さんのメッセージに。 ウエクションって書いてあったんです書いてなかったです <laughs> なんかリアルなハクションがくシャミが出てましたけどね<ー>まあ改めて聞いてみるとなんかお手本のようなくしゃみし、ねはい、いやいやいやドリフ系ですけどねもう <laughs> ウエクションなりましたけどね <laughs> いやいやいや驚きました自分あれね読んでるメッセージ読み始めた段階で、はい、あなんかまずいなまずいまずいあくしゃみしたくなっちゃったな っていうので頑張ってあそこまで来たんですけど待機レーズでしたえー変わって今度は火曜日10月18日3時台ベスト5のコーナーで「好きな冷凍食品ベスト5」というテーマだったんですがこれでね前から実は僕は思ってたんですけど僕がパスタっていうと必ず山根がスパゲティ。 <laughs> あ,あスパゲティねって言い直すんですよお聞きください統計結果は、はい、やすさんがパスタって言うと必ずあゆみちゃんがスパゲティと言い直す嘘、ね、今,今日言い直してた <laughs> 嘘 そのさっき言ってた呼び込みの時に、僕がパスタって言ったら、山根が。はい。さりげなくスパゲティって言い直してたっていうのを。はい。なんか自分は言った覚えがないって言ってたじゃないですか。はい。実際にその音源、今日のその部分の音源があるそうです。わざわざ。え、ちょっと聞いてみましょうか。<laughs> 僕はね、最近ね、結構ハマってんのはね。はい。パスタですね。スパゲティ。うんスパゲティ、パスタの例と。<laughs> <laughs> すごい自然でしたね、でもね。<laughs> いや。 俺がパスタって言ってパスタって言ってるのにその後何にも接続しなしにスパゲティって言ってますから。だからなんかさりげなくヤスさんのフォローしてるちゃんとなフォローする。えもう一回聞ける？僕はね最近ね結構ハマってるのはね。パスタですね。スパゲティ。うんスパゲティパスタので。いやすごい自然じゃないですか。これ何の違和感もないじゃんね。言い直す必要がないじゃん。 <laughs> っていうかこうやって改めて聞いてみると。はい <laughs> はい 僕の優しさがすごい出てますよねパスタって言って山根がスパゲティって言い直したときにいい一瞬僕はうんスパゲティって一回それを受けてあげての話、はい、認めてくれてるんですよねパスタスパゲティうんスパゲティって言ってますよねそう,そうスパゲティねでパスタにでも戻っちゃうんだよ結局戻っちゃうんです、ね、僕の中でパスタなんだもん <laughs> いや優しいな俺って<へー> <laughs> <laughs> 必ず無意識なんだよねあれねそうですね気づいてなかったですね僕がパスタって言うと必ず下げて言,って言い直すんですよね <laughs> え変、ー、わって今度は昨日10月19日の水曜日ですね、はい、えー、12時台の改めてのオープニングでメッセージテーマが僕の私の18歳なんですが本番直前にね山根が変なことを言うんですよお聞きください さあ、今日もスタートしました。H. B. C. ラジオ、カーナビラジオ、午後一番。じゃ、何で笑ってんですか。声 <laughs> ちょっと、どうしました <laughs> いやいや大丈夫ですか。やめてください。何ですか。もうこのオープニングが始まる直前に。はい。 面白いこと言うのやめてください。や今日のテーマの話しただけじゃないですか。今日のメシ。今日のテーマに関することで山田があすも思い出した。いや青春ですよ青春。あること言ったんですけど、もうちょっとそれがちょっとツボに入ってしまいした。ジョアンさんの時にあるなんとかって呼ばれてたそうですね。そうですね。私笠木のあゆって呼ばれてたんですよね。その女子大に通って。 なん <laughs>、ええ、でちょっと待って待ってまずなんで笑ってるか <laughs> 意味わかんない木のサネそうであそう私あゆ<何>って呼ばれてたんですよ何カサネのアユっていやいや笑うとこじゃない全然山田あゆだからアユ私アユって呼ばれててで魚 違う。あゆみ、あゆみ、あゆみのあゆです。で、あゆと呼ばれてて、それこそ女子大生ですよ女子大札幌の。札の女子大生ですよ。友達になってで、その子はもう大人っぽいジュリちゃんっていう女の子で、で、私のファッションを。山根のファッションを見て。そで、あのその頃なんか多分、ほら時代的にもカスネギって流行ってたの。カスが流行ったの。あの長袖のロング T シャツ、長袖 T シャツに。 T シャツを重ねるあ、それで上に着るそうですそうですあるあるあるそれかそればっかり着てたのかわかんないですけどあでも重ね着のあゆって言われてあのあゆはセンスあるって言われてたんですよ重ね着のセンスあるって重ね着のセンスある。って言われてたんだってそうなんで笑んい。思い出した思い出した本当に笑わさないでくださいなんでですね

まあそれ当たったらいいってことにしましょうじゃあさなぎとか八のあゴいや今ちょっとさなが近かったからさなぎ蚕蚕蚕のええ。

<laughs> あねもういつものことながら出題 <laughs>、はい、者の進行役の拓田アナウンサーがよく分かってないって <laughs>、うん、途中で「いいのかな <laughs> これでいいのかな?」<laughs> なんかて、ね、<laughs> <laughs> 以上今週の「カーナビーハイライト」でした。うん